ちは、こんばんは。マイメロジー B417 ことはーちゃんです。今回は、はーちゃん流の牛乳ひたすパンの作り方のパート4をやっていきたいと思います。はい、今まで見てくださった方ありがとうございました。今回はパート4ということで、香り付け と仕上げかな、はい、仕上げと香り付けをやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、材料なんですけど、こちらですね。こちらのパート3のものが乾いてきたので、今回こちらやります。で、香り付けは今回、この前作った時はちょっとやんなかったんですよね。で、香りをね、今日ちょっと探しに行ってきたで、100円ショップ行ってきたら、なんかいろいろあったので、それで作ってみます。で、まず、こちらですね。いちご牛乳ひたすパンの香り付けするいちごのものなんですけど、こちらですね。こちらのいちごのものがこの中に入ってます。あとバナナと牛乳はなんか牛乳とか甘い感じの感じが匂いだったので、こんな感じのものをね使いたいと思います。はい、こんな感じです。バナナココナッツですね。はい、こちらはダイソーの、まあ香水アロマ系のコイルのアロマ系のコーナーで売ってました。はい、でいちごもね同じものです。でメロンはちょっとメロンの匂いがね分かんなくて、なんか探したんですけどなかったんですよ。なのでマスカットにしますね。でコーヒーなんですけど、コーヒーはねちょっとねコーヒーのもの探したんですけど、コーヒーの匂いはなかったのでコーヒーにしました。はいなんかスーパーとかで売ってる、コーヒーの粉末をね、粉末粉をお湯でなんか、はい、コーヒーにします。で、まあ、それ以外は普通に100円ショップで買える、これも100均のダイソーのなんか練り香水ですね。はい、それではやっていきたいと思います。はい、まず紙コップの中に入っているものなんですけど、デコパージュ専用液が入ってます。デコパージュ専用液とお湯と香り付けのものが入ってますね。はい、これはバニラココナッツのやつを後で入れます。いちごを今回は塗っていくんですけど、中にはなんだっけ、お湯といちごとデコパージュ専用液が入っています。それを全部混ぜました。これもねココナッツの香りにします。あとこのねメロンはね練り香水をお湯で溶きましたね、頑張って。そしたらなんか結構マスカットの匂いがします。これは普通にデコパージュ専用液とコーヒーが入ってますね、こんな感じ。はい、結構コーヒーはもう本当のデコパージュ専用液のね、デコパージュもダイソーで買いましたね。デコパージュ専用液とコーヒーの匂いが混ざったような匂いがします。はい、で今回はイチゴのものを塗っていきたいと思います。はい、イチゴのものですね。はい、こんな感じのもの、こっちはね今ちょっと塗ってたのでやっていきたいと思います。結構イチゴのいい香りっていう感じのベリーっぽい感じの匂いがしますね。じゃあ筆染み込んじゃうのでちょっと落として膜が出るように、膜が出るようになんかパーって塗ってきます。わかりにくいんですけど、まあ、全体的に塗ればいいかなって思います。こんな感じです。ちょっと見えにくくてすいません。こんな感じでもう素早くねやっちゃいます。うん、ほんのりいちごの香りがします。これを裏と表やりますね。本当の牛乳ひたすパンは私持ってないので匂いとかあんまりわかんないんですけど、まあいちごだったらいいかなって思ったので、はいでバナナと牛乳はバナナの香りが見つからなくて、まあね、バニラココナッツでいいかなって思ったので牛乳とこれはココナッツの匂いにします。これをマスカットにして、これをコーヒーにしますね。はい、いちごだけ今塗ってみました。メロンとかも同じような感じで塗っていくので、お湯と香りのねこういうアロマとかとデコパージュ専用液があればいいかなって思います。デコパージュ専用液はトップコート、はい、まあ一応ね最後の仕上げなのでトップコートを塗っています。はい、というわけで
で今回のハーチャン流の手作り牛乳ひたしパンのスプリンズの作り方パート4は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。と次回パート11はパート11じゃなくて5ですね。はい、11じゃない、すいません。パート1、2、3、4、5ですね。はい、すいません。5は、なんかマッキーで縁を塗っていく作業をしていきたいと思っているので、そちらもぜひ見てください。明日に多分動画投稿します。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。